J リーグファンの皆さん、こんにちは、藤田俊也です。ヨーロッパのサッカーシーンの中で自分が仕事がしてみたいというモチベーションがやっぱりあって、指導者を目指した時に一番最初のチャンスがまあオランダにあったっていう。フェンロ時代はトップチームのアシスタントコーチを3年半やって、今リーズユナイテッド、イングランドの2部のテクニカルアジア部門を担当しています。僕のそのプロ選手としてのまあ先生って言ったね、それがファネンブルグだった。オフト監督はホテルの部屋を、まあ、2人部屋で組ませてたんですね。で僕はいつもファネンブルグだから、プロとしてのイロハっていうのを彼から僕は学ぶことになって、スキルはあってスピーディーでジャッジも速くてって、中盤の選手として体格的にもそんなに変わらないし、ものすごいいいお手本になった選手っていう。まあ、僕のほとんど その、まあ、プロサッカー選手としての割合を占めてるから、まあ、すごい成長させてもらったし、いい思い出がいっぱい詰まった、いい仲間とやれた時代だったなという。勝つことによってやっぱり自信になったなっていうのはあるし、得点をこう取れるようになって自信がついたっていうのもありますし、外国人選手も含めて中山さんもそうだし、その時の日本人選手ってやっぱりいい選手多かった。だからみんなによってこう鍛え上げられたかなという、うん、そういう感じです。94年のアメリカワールドカップで優勝カップを掲げたブラジル代表のキャプテンとしてジュビロに来て、とんでもないスーパースターが来たっていうね、まあ、とにかく刺激的だった彼は。同じピッチ内にいてこんなにこう指導者に近い選手がいるのかなっていうね、人に対してそれほど強く言えるのかなっていうのをね、僕らの前で平気でやるっていう、あのこの精神力っていうか、やっぱりドゥンガがジュビロにこう勝者のメンタリティをこう植え付けてくれたっていうのは非常に大きかったかな。スペシャルな選手でした、ね。まあ、中山さんを中心にチームがこう作られてて、日本人だけでなんとか優勝をすると。一番良かったのはチームがこうバランスを取ることがみんな上手くて、でシステムが合ってないようなもので、まあ、当時は非常にモダンなサッカーだったんじゃないかなっていう、ね、みんながそれぞれをカバーし合って、それぞれのストロングポイントを自分でも生かそうとしたし、その中でお互い求め合うことも高いからぶつかり合ったりもしたし、うん、刺激があったなっていう、うん、だから面白かったかなっていう、そんな時代だった。いや、レベルっていうのはもう年々もう上がってきてるのも間違いないし、これドゥンガがよく僕に言ってくれて、日本人はブラジル人より緻密で計画性がある人たちだから、この歩みはゆっくりしちゃいけない、もっともっと速度を上げていける民族だ、どん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 先を先を先をってやったら世界との差はあっという間に縮まると。だから着実に進めながらも駆け足でレベルを上げるっていうのが J リーグであってほしい。